Welcome to Shibi Channel! どうも、Shibiです。千何回ぐらいやっていくよ。今日もやっていくよ。もうぶっ壊れやだ。Shibi壊れた。その、なぜ壊れたか、どういうポジションでいけばいいのかは、分かっていないのかは、ぜひですね、パート1を見ていただくと嬉しいな。それじゃあ、お付き合いいただきましょう。今回も、千何回ぐらいいますよ。レッツゴー。ちょっと、みのりち。私が大切に取っておいたプリン、勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。うごと魔王は雄たけびをあげた。うごー、まあ、思うのはキャラ立てがすごいはっきりしますね。ミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと書けないの。登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。うごー、あの皆さん、私の声は聞こえていますか？みのりも一緒に叫びたい。ボー、みんないい加減にしなさい。ユミが困ってます。ユミって言うんだ、キラキラだな。静かにしないとわしも怒りますよ。よし、あっていうか夜桜ちゃんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。ありがとうございます、夜桜さん。これでようやく修行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせて。なんか浮いてるんですけど、浮いてるんですけど。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから。ユミはユミにしかできないことをやってください、うん、ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつも重力に逆らってるよね、うん、私この服どうやってできてんだろう。感謝しすぎてしまったのでしょうか。ストレッチ素材、どういう意味ですか。しかし揺れるですって。夜桜さんから五個を発射しています。五個？わしの背中から光が出ているとでも？そんなわけはありませんよ。みんななんかストレッチ中だよ。五個刺してるんだけど、夜桜ちの後ろがピッカピカに光ってる。大スクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと？ありがたよ。ありがたよ。基本みんな わしを拝むのはやめてください。みのり、分かったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体。あの手をこうルンルンってやる動き、リアルでは見たことないですね。なんかヤバくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。本当にすごいよね、この服は。でもガンダム超合金でできてね。皆さん、何でもガンダム。無事ですか？全員揃って。どうやらみんなに怪我はないようです。でもここは何やら暑いのですが。どうかって真夏のビーチだよね。なんで私たちこんなところにいるの？やべ、DOA よりもちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。皆さん気をつけて。殺気を感じます。この感覚懐かしいわ。別にこの作品が恥ずかしいじゃなくて、僕が恥ずかしく感じてるだけだから気にしなくていいんですよ。5個に右側が導かれて。さあ行くぞ、任務開始。ユミ、新婚の夢に沈みましょう。私服
月仙女学院。さあ行くぞー。やっぱそうだね。マグサンカス。凍った。あ、いくらでもできるんだ。しない。リミットブレイク。受け身ね。大丈夫、見えてません。つけてます。ガード味いなくね。させません。させません。あ、今キャンセルあれなんだ。
永久コンボ。はい。あ、こういうの好き。何の好き？マルティな。チュートリアルですからね、序盤はね。なんとか撃退できたみたいですね。ですが、ユミ、この者たちは。ユミ。はい。以前、スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。以前、前作かのキャラクターの主人公クラスがみんないるって言うんでしょうね。多分、集合って感じで。あの時はこの者たちが、いきなり私たちの目の前に現れましたけど。今度は私たちの運がこの場所へと引き入れられたように感します。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし、見当もつきません。そしてこの場所は一体。なんでしょうね、このじゃんけん、両手じゃんけん。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。最高評価をいただき、恐悦至極に存じます。恐悦至極に存じます。私塾決戦女学館。足りない。絶対正義の体現者になるには。絶対正義の体現者。オートセーブじゃないんだ。え？あ、ステップやめちゃった。見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。すごいキラキラ眠る。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったレアバッグやとか。やっぱり外は怖い。私ダメだ。紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。わかった。そう
偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。黒盾がすごいな。ではもう少し探してみるか。いろんなものを詰め込む。何事もなければいいんだが。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム、イムっていうの、うん、なんで二人とも。お前おでこが広がってるのか。え、みやび、何を言ってるんだよ。うん、広がってるんじゃ。おでこが光ってるって。そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている。ピカピカと。後ろの2文字目いらなくねみたいな。お姉ちゃん、おでこが光ってても、お姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。すごいとこにリボンがついてるな。ああ、私も同じだ。キルはおでこが光っていても、イムはいつまでも大切な仲間だ。ちょっと再会するらしいですよ。1年2年ぶりぐらい。だから光ってるわけ。なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ。その光が反射してお姉ちゃんのおでこ。ほら見たことか。だいたいおでこがピカピカ光るわけない。待てイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光が大きくなってきた。え、突っ込んだら負け。二人とも無事か。僕たちは大丈夫。負けな気がしてきた。それよりもここは夏の砂浜。どういうことだ。海は太陽は苦手。紫、さっきだ。本当だ、誰かがこっちに来る。くとても嫌な匂い。状況がまだ飲み込めないが、さっきを持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよミヤリ、久しぶりに一暴れと行こうか。第3章、3話。デコヒカヒ、デコピン。ミヤビ、秋の誇りを舞い掲げよう。ミヤビ、刀だ。タッチで、はぁ、師匠、うん、師匠ラム中、なるほどね。ゲージがないとできないでしょ。忍天使。大丈夫、見えてない。
例えば DOA でこのコラボしてましたね。そういえばしてたしてた。あ、これ見た。中央付近を。なんだこれ。自分で、あれをしながら、わざわざ開くっていう動作をさせるんだ。すげえな。あ、開いてる。こっちのがいい。あ、だからあれができなくなったね。打ち上げができなくなった。脱がせるんだ。タッチパッドでそういう動作をさせる。手応えのない連中だったな。ミヤビ、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきた奴らと同じだよね。ああ、そうだな。見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか劉備と劉なの？可能性はあるな。くんくんくん、待って、お姉ちゃん。あっちの方から、このネクタイ、二人の匂いがする。劉備と劉奈の匂いか。二人もここに来ているんだな。うん、この匂い間違いないと思う。紫、案内を頼む。急ぐぞ。あれ、劉備さんと劉奈さんとそっくりの匂いが、もう一つ。この匂いは誰？当然の評価だ。レベル上がらなかった。はい。そんな感じでございました。今回にはここまでです。今回はちょっとおっとりした感じでしたね。最初の圧倒的パワーではなかった。だから私も太刀打ちできた。です。はい。こんな感じでまったりいきますよ。突っ込んだら負けだ。よかったら動画説明とかにリストあるんで、チャンネル登録とかしてみてください。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。